あと。そうなると、例えばロンドンのテロとかマドリッドのテロの後は、もうしばらくずっと組織が閉じ込められたわけですよね、はい、それと同じような形で今回のテロがそのフランスのテロ組織の終わりの始まりになる可能性もあるかなと思います。なるほど、この辺りは草子さんいかがですか。そうですね、私もその説は確かにあると思います。ただ私自身、ツイッター、特にその私はそのフランス語というよりはアラビア語 の、 その、と書き込みやなんかを調べてはいたんですけど、やっぱりその中では残念ながらその結構支持する声が見えました、その意味で言えば、残念ながらこういうことをした場合に一定程度の、ね、支持は出てくるんですね。ただ彼らが主流になるということは確かに国枝さんのおっしゃった通り、ないと思いますので、その意味ではちょうどそのイラクでテロ非常に残虐なテロが、活発化した時もですね、一時期は盛り上がりましたけど、その後やはり支持を失っていくと、いうことがありましたので、そのようになるという可能性は、あると思います。それは国枝さん、今回難民に紛れてきたんだというふうにされて語られているこの問題なんですけれども、この課題自体はどう受け止めればいいでしょうか。これはまだまだはっきりしない話で、偽のパスポートだというふうに言われてますよ ね、 そうですね。だからちょっと難民の中に入ってたというふうに見つけられないかなと思います。むしろフェイクの可能性が高いかなと。で一方でその例えばいくつかの反応を見ると、難民問題として語ろうとする動きというのがありますよね。これはいかがですか。もともと移民排斥、難民排斥の動きというのはかなりありますので、そういったところが勢いづくのは間違いないと思います。実際勢いづいているというふうに感じましたか。いろんな形で主張をはっきりしているのは間違いないと思います。テレビ右翼の政党の人はテレビに出て出場する場合も、やはり移民を入れるからこういうことになるんだというふうなことを言うわけですよね。ただそれがそのまま市民に受け入れられるかどうかというのはまた別の問題で、それほど残念ではないんじゃないかなとは思いますけど。細田さんはこの点いかがですか。そうですね、難民問題と今回の事件を、一緒にするというのはやはり難しいと思います。ただやはりそれをそういうふうに捉えがちである人たちがいるということも、これは残念ながら否定はできない。そのあたりやはりきちんと初めから区別する必要があるなと思います。誰そこは一緒くたにされがちなんでしょうか。初めからその移民そのものに反対する人たちが一定数おりますので、彼らから見れば今回はいいチャンスだと、反論するいいチャンスだというふうに考える人はいるんじゃないですかね。これ見たことかという材料にしてる。そうですね、実際その今回、シリアのパスポート云々っていうのは、私はその誰がどのように出したのかってなんか分かりませんけれども、やはり何らかの特定の意図を感じる部分はあります。例えばそれが、仮に本物だとしてもですね、移民難民が、より安全な場所を求めてヨーロッパに来ているという事実自体は変わらないわけですから、この人たちに対する何らかの措置というのは当然しなければいけないわけです、そうですね。またその攻撃を逃れてきた人たちがまたその逃げてきた先の攻撃に遭うというような構図に対して、お前ら来るなということ自体 の、 その何かおかしさというか滑稽性というのをそこには感じなくてはいけないわけですね。誰にでもその幸せになる権利があるはずなので、それがその国籍によって差別されるというのはやはり、非常に残念は残念ですよ。国枝さん、先ほどお話しいただいたんですけれども、例えばこうしたものに関して、こう規制をしていこうじゃないですけれども、しっかりと捜査をしていこう、対処していこうという動きは今後どうなるでしょう。一応もうすでに動きがありましてですね、欧州連合 EU の方でいろんな対策を取ろうとはしてるんですよね、ただなかなか難しい面もあってですね、すぐにというわけにはいかないので、しかも犯罪組織と随分ダブってますから、人もダブってるし武器の入手経路もダブってるということで、そうすると犯罪自体をですね、どんどん根絶していく方向に行かないと、なかなか全体でそういった動きを止めるのは難しいかなというふうには思います。現状ではどんな対策になっているんですか。現状でも今当面はテロの後ですね、一応国境でのチェックを厳しくするというふうな対策は取ってますよね。
で、それとは別にあのその武器が流れる経路をですね、あの洗い出して、はい、そこであの、まあ、捜査を進めるというふうなことは以前からやっているわけですね、うん、ただ、まあ、それがあのうまくいかなくて今回に至ったというふうなことは言えるかな、なるほど。今後の必要な対策、どういった議論が必要だとお感じになりますか。あの一つはその武器の対策があのもちろん必要で、あのやはりあの日本とかに比べるとあの出回ってますし、あの犯罪でもあの銃を使った犯罪結構、まあ、アメリカ風じゃないんですけどありますよね。銀行強盗とかもかなり銃を使ってますので、まあ、そういったところの武器管理というのは一つ大きな課題かなと。はい、それからもう一つはあのやはりそのこと先だけじゃなくてあのその過激思想に対する対応も必要になってくるかなとは思います、はい、それはどういった対応が必要でしょうか。これなかなか難しくてあの言論の自由が伝わってきますので、あのそう むやみやたらにやってしまうというわけにはいかないんですけど、あのただ今ちょっとやっぱ野放し状態になってますので、あの一つにはあの犯罪を煽るようなあの言動をしっかりあの監視していくと、それからもう一つはあの過激思想そのものに対するその議論、あるいは説得というふうなことも必要になってくるかなと。なるほど。小坂さん、このあたり その過激思想に対する対応というのはいかが考えますか。あの実は中東あるいは東南アジア等ですね、まあ、これまで多くのテロを経験して、あるいはその多くの、そのジハード主義者を輩出してきた地域においては、まあ、一方でその取り締まりとかあるいは軍事的な対応とかいったそのハードアプローチに対してですね、もう一つそのソフトアプローチというのが最近は、かなり大きく扱われるようになっています。で、まあ、私は実はあちこちでこの話をしているんですけれども、やはりそのキーになる言葉というのもですね、リハビリテーションとリインテグレーションという言葉でして、リハビリというのはもちろんその過激化した若者たちを、リハビリ、つまり、脱過激化あるいは脱洗脳することによって、元通りの、正常な重要な思想を持たせて、そしてリインテグレーション再統合、つまり社会にもう一回復帰させるとこういう、まあ、こういう、まあ、流れプロセスがおそらく今後は重要になってくるんだと思います。おそらくこのソフトアプローチというのは一番、時間はかかる、手間暇はかかるんですけれども、長期的に見れば一番いいやり方ではないかと思います、それから先ほど国勢さんも話されていたその死に害を求める人たちに向けて、はい、そもそもそうしたような考えを持たなくていい状況を作らなくてはいけないみたいな話はよく繰り返されますよね。そうですね。ただこればっかりはですね、そのなかなかその現状としてですね、やはりその貧困であったりとかあるいは差別であったりとかああいうことをまあ根底からなくすというのは非常に難しいですから、あのそれはもちろん同時並行的に進めていかなければいけないんですけれども、その個々の、例えば若者たちについて言えば、やはりこういうそのリハビリ、リインテグレーションという形でその社会に復帰させる、例えば捕まえたらそのまま刑務所に入れて終わりというのではなくてですね、その後にちゃんとやはりその社会復帰できるような形をやはり、作ってあげるというのがやっぱり重要なんだと思います。今のようなそのソフトなアプローチ、国勢さんはどういうふうにお感じになりますか。私もそれは全然的に賛成でして、はい、一つはこれ日本でもありますけど、カルト対策でいろんな形で弁護士さんとか社会心理学者とか取り組んでいますよね。そういったノウハウをもっと活用できないかなというふうには考えます。